はい、キタ太郎です。まあこれ、私があんまり一時情報になりたくなかったんで、黙ってたんですけど <laughs>、あの、小林製薬の便利工事サプリ、な、大変なことになってるんですよ。じゃあ情報がもたらされて、別に一時情報になろうがあれなんだけど、他のところでも、X とかでも出てたんで、もういいかなと思ったんですが、この便利工事サプリ、ね、あの、未知の成分って、なんとか菌みたいなもん、それはいいんですよ。今回私はもう、なんかとんでもないことになってるのが、なんと、 このベジコウジサプリがメルカリですごい高値で取引されてるんですよ。なぜか知らないけど。驚きじゃないですか。普通捨てたくなるような話じゃないですか。で、小林製薬に戻すんじゃなくて、メルカリで売られている。何が起こってると思います要は、旦那に飲ませたい。<laughs> こんないい薬があるならば、ね。 もう、旦那にこっそり他のものに混ぜて飲ませたい。そうしたら、なんなら義理の母親も、みたいな。そんなことになってるみたいですよ。ねえ、恐ろしいですね。いや、どこまでが本当か嘘かわからないんですけど、ねそうやって言って実際メルカリで高く売れて、こっそり旦那に飲ませたい。じゃこれ違うことになってるわけですよ。だ,だから、もうこれ以上は私も言わないですよ。ということは、これを、 一袋とか二袋。いや、実際はそうなんなにならないですよ。ならない。あの、本当に体力がない方とか、やっぱり弱ってる方がこうなってるわけで、健康体の人が飲んでもそうはならないと思います。多少具合が悪くなることがあっても、ね、死に至ることっていうのはほと、ほぼないとは思うんです。うん。ね、まあ、ただ私もいい加減なこと言っちゃいけないので、あれなんですけど、ね、こんなことになるなんて、 いや、世の中わかりませんよね。普通はそこって発想いかないじゃないですか。私もそこには思いは至らなかったんですよ。あ、なんか、私が思う程度は、買ってもないのに買った、あるいは見つけてきて、もうすごい飲んでて、具合が悪いって言って、あの、会社からね、金をせしめようとか、そういうようなやつは、あの、小ずるいことするやつは出てくるだろうな、ぐらいは思ってたんです。ね。ところが、<laughs> 旦那に飲ませよう。 ねこれを少し毎日の食事に入れてとか、他に飲んでる、あの、サプリに混ぜてやってもわからない。ね怖いですね。こんなことが起こるんだっていうのは、ちょっと私もさすがに想定していなかったんで、実際そのメルカリで見てもこうなって、もう、多分、こう話題になってくると多分メルカリの方で止めるかもしれませんね。それはそうですよね。だって、 メーカーが回収しているものを、そういうところで出してっていいわけがないので、判断でもう、あの、出品停止とかってなると思います。ま、まあ、してやそこで被害が起こったなんてことになったら大変なので、そうですよね。えー、一応、国に言われて自主回収ということになっているので、それは、で強制的な回収ではないんですね、まだ。うん。まあ、自主回収っていう命令が出たっていうことはもう強制的なものだというふうにとってもいいので、ね。 こういうことか。いや、あのー、本当に違うところでね、こういう発想する人がいるんだな。っていうか、そもそもそういうことを思いつかないんですよ、普通は。うーん、いやどれぐらいでどういうふうに効果があるかって、もううかつなことは言いませんけど、ね、どれだけ飲んだらそうなるのか。まあ実際それで、本当にあの苦しんでる人がいるので、まあやっぱり、 高齢の人が多いっていうのは一つですね。50代、40代、50代、60代。若い人がこれを飲むってことはあんまりないと思うので、どうやらこの紅麹菌、紅麹,麹が悪いってわけじゃないんですね。まあ製造過程に何らかの形で、なんかプルル、プル、プルル菌とかプルなんとか菌っていうね、名前は可愛らしいやつですよね。だけど、それが、なんかカビの一種みたいな。よくわかりません。これはね。 だけども、それとは違うことで、場外でこういうことが起こるなんていうことは、なかなかなあ、あのー、でも、ほっといていいことじゃないですね。本当に。そういう悪意、だ,だからこれってすごい言葉を選んでるんですよ。こういうことも考えられますよね。こういうことも考えられますよねって私が想像をたくましく言うと、あ、そういう使い方もあるんだってなっちゃいけないので、なっちゃいけないので言わないけど、皆さん想像はできますよね。 こんなこともあんなことも、ああいう形でも、こうなったらああなる。でもこれってどうなんだでも、今こうやって分かった以上はダメですよ。もう、死に至るものであるということは、広くこれで一般的に認知されているという状況になって、それでもってまた違う形で入手して、それを口に入る状態なことにこっそり入れるっていうことは、犯罪ですからね。 ダメですよ。それは。もう、もう遅いですよ。今これは間に合わ、間に合わないですよ。それは、この、このことが発覚する前ならそれはいいでしょう。でもこれが、ことが発覚した以降は、えー、殺人罪、殺人未遂、毒を、あの、入れたっていうことになりますから、結構重いですよ。なので、あの、夢夢そういうことしない方がいいですよ。これは。 これはまずいですよ。もう今分かっているでしょ。知らなかったら通らないです。これだけニュースや新聞でも出ているっていうことは広く認知させた。っていうことで、え自主回収命令も出てる。ねで、その会社自体もそれに対してこう言及してるっていうことは、それが、が知らなかったら通らないので、はい。これを入手し、誰かの他人の口に入れるっていうことをした時点で、それは重い罪に罰せられますから、夢めそういうことをしないようにということです。以上です。